ノルウェーの歴史。ノルウェーの歴史では、ノルウェーの歴史を記す。現在のノルウェーの地は、暖流の影響で、比較的温暖で、古代から人が居住していた。紀元前4世紀には、北ゲルマン系のノルマン人、ノール人がこの土地に定着し、それが、今のノルウェー人の基礎となる。8世紀のバイキングの時代には、デンマークスウェーデンバイキングと共に、海外に通称、略奪。 探検で進出し、アイスランド、グリーンランド、さらに、シチリア、ロシア、ルーシ、ノルマンディへと移住した。九世紀の終わりには、ハーラル一世が沿岸部を統一し、ノルウェー最初の統一王国が成立したとされる。十世紀の終わりには、キリスト教がもたらされたものの、古代の北方信仰が根強く残った。スカンディナビア最初の統一王国の一つでもあった、ノルウェーであるが、 王家での権力闘争が激化し、11世紀には、デンマークのカヌーと大王の北海ミカドに併合された。12世紀末には、独立を回復。スベレアサの下で、で、世襲王国が確立され、王国は13世紀半ばには、方に4世の知性の、もとで最盛期を迎えた。その支配は、スカンディナビア半島の3分の2、アイスランド、グリーンランド、 スコットランドの一部に及んでいた。しかし、14世紀末には、国主病の流行とベルゲンを通じた犯罪道による経済的支配、スベって朝の断絶で、ノルウェー王国は衰微し、14世紀末のデンマークのマルグレーテ一世によるカルマル同盟の下で、デンマークの支配を受けた。1523年、スウェーデンがカルマル同盟を離脱すると、デンマーク・ノルウェーは、 コッペンハーゲンにいるデンマーク王の統治下となった。フレゼリク・一世はマルティン・ルターの思想を好んだものの、ルターの思想はノルウェーでは受け入れられなかった。当初、フレゼリク・一世はプロテスタントをノルウェーに導入しない、こう決めていたが、1529年に心変わりし、ノルウェーにも導入することとした。ニーガロスの大主教であるが、プロテスタントの導入に抵抗し、 千年退位させられた、クリスチャン二世を亡命のオランダから招兵した。クリスチャン二世は、その後、フレゼリク一世に捕らえられ、残りの人生は牢屋で幽閉されることとなった。フレゼリク一世、没後、1534年に、白爵戦争が起こると、最終的にはルター派のクリスチャン三世が勝利すると、オーラブ・エンゲルブレクトソンは再び、抵抗を試みたものの失敗に終わり、 追放された。ノルウェーはデンマークの一族衆に降格され、1537年には上からの宗教改革が押し付けられ、デンマーク王権が強化された。教会にある価値の高い品々べてがコペンハーゲンに運ばれ、ノルウェーの国土の40%を占める教会が所有していた土地がデンマーク王の支配下に入った。デンマーク語が書き言葉として採用される一方、 ノルウェー語は別個の方言として残存した。専門行政職が必要とされ、権力が地方の貴族からデンマーク国王の行政組織に移った。地方の法級の執政官が裁判官として採用され、行政長官が地方の貴族というよりも国王の重木となった。1572年にはノルウェーに総督が派遣され、オスロのアーケシュフルス城に居住した。 1620年代には職業軍人が採用されることとなった。デンマーク・ノルウェーは17世紀以降に強大化したスウェーデン・バルト帝国の侵攻と圧力により、たびたび危機に陥った。1655年の北方戦争ではトロンハイム地方を占領され、1660年に返還、18世紀の大北方戦争では一時クリスチャニアが占領された。 しかし、大北方戦争でのスウェーデンの最終的な敗北により、デンマーク・ノルウェーの直接的な脅威はなくなった。そして18世紀後半に入ると、ノルウェー人もデンマーク海上帝国の一員として、海運業に参画するようになった。ノルウェーの小船隊の大規模な発展は、19世紀の海運立国としてのノルウェーの下地を築くこととなた。19世紀には、フランス革命。 ナポレオン戦争の影響は、このノルウェーにも及び、民族主義に基づく独立が模索された。デンマークが、ナポレオン戦争で敗戦国になり、1814年のキール条約で、ノルウェーがスウェーデンに割上されることになると、ノルウェーは独自の憲法を制定し、独立を試みたが列強はこれを承認しなかった。スウェーデン王太子カール十四世、ヨハンの軍に屈服したノルウェーは、 同年11月にモス条約を結び、スウェーデンのベルナドって王朝の支配を受けることになった。しかしノルウェーは、スウェーデンの立憲君主制の下で、独自の政府及び議会、ストーティングを開くことを許され、自立の道を歩んでいく。スウェーデン・ノルウェー。この新たな同君連合の下、ノルウェーは、国内政治を改革し、海運、製鉄、造船、 漁業などの諸産業を進行していった。19世紀中央、北欧全土で湧き上がったハンスカンディナビア主義、ノルウェー国民も共鳴したが、最終的に挫折した。以後、ノルウェーは、スウェーデン政府からの自立を目指すようになり、1890年頃から、独立を模索する様になった。1905年にはノルウェーは、同君連合の解消を宣言。 国民投票での圧倒的な賛成とスウェーデンとの交渉の結果、無欠の独立を達成した。ノルウェーはデンマークからカール・王子を国王奉魂七世として迎え、新憲法の元立憲君主制の新生ノルウェー王国を樹立した。第二次世界大戦では、1940年にナチスドイツに国土を占領され、ビド君ク,クビスリングの率いる傀儡政権が、 ドイツ降伏まで統治を行った。香港七世は国外でレジスタンス運動を指導し国民の信頼を得た。第二次世界大戦後は独立を回復し国際連合の原価名国として初代国連事務総長トリグブリーを送り出した。冷戦下では北大西洋条約機構に北欧諸国では唯一加盟したが外国の軍事元を置かず比較政策を展開し ノルディックバランス政策を進めた。1959年にはエフタに加盟したものの、EC の加盟は1972年の国民投票で否決された。1992年にも加盟を申請したが国民投票で否決された。戦後のノルウェーにおいて特筆すべきことは1960年代から始まった北海油田の開発である。 莫大な原油及び天然ガスの売り上げによる収益は原則としてノルウェー政府年金基金として積み立てられ2006年1月に従来の石油基金と年金基金が統合改装国際的な金融市場に投資されている。ノルウェーは現在も EU に非加盟であるが1913年の普通選挙導入時には女性参政権を導入。 女性首相もいるなど、女性の社会的地位は高く、また他の北欧諸国同様に、社会福祉も進んでいる福祉国家でもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。